スノーキーこと小手川幸椰です。一本前の動画でですね、私トルコリラ円を買った、トルコリラ円のロングポジションを持ったことをお伝えしましたけども、なぜ多くの FX 投資家がトルコリラ円のロングを持つのかということを、FX 初心者さんに向けてお話していきたいと思います。その心理をちょっと知っていただきたいなと思います。でですね、2つポイントがあって、まず1つ目ですね、 買いスワップポイントが高額。買いポジションを持った時にたくさんのスワップポイントがもらえる。えー、今、トルコの政策金利非常に高いんですけども、こんなに高くなる前からですね、えー、スワップポイントっていうのは高額でした。だ、はいたい、えー、この3社さんで、えー、まあ1万通貨100円前後です。 はい。口座を持ちでない方は、えー、タイアップキャンペーンやってますので、よければ動画概要欄ご覧ください。でですね、えー、まずこの買いスワップポイントは高額っていうところと、二つ目のポイント。必要証拠金が低額。つまり、資金が少なくってトルコリラ円とっていうのは買えるんですよ。えー、先ほど見たらですね、今トルコリラ円の為替レートってかなり下がっているので、えー、1万円以下、えー、6000円台でした。 米、はい、ドル円1万通貨持とうと思うと今レバレッジ25倍かけても4万4千円ぐらい多分必要だと思うので、はいまあ、ここ5分の1以下ってかけましたけども、まあ、7分の1ぐらいの資金で持てるで今の米ドル円のですね米ドル円の方の買いスワップポイントって多分60円とかまあ70円とかぐらいなんですよでスワップポイント自体もトルコリラ円の方が上 ね、で必要証拠金がかなり低いっていうことなんですよねはいでえー、まあ,万あごめんなさい10万通貨、はい、持とうと思ったら、えーまあ、この動画投稿時点だと7万円以下で持てるで、えー、ここ100円 ×10 万通貨なので1日1,000円のスワップポイントをもらえるっていうことなんですよねはいこの10万円ぐらいの資金でこれかなり美味しいじゃないですか はいまあ本当に不労所得っていうイメージですよね、まあ、何もせずに毎日スワップポイントが積もっていくあとですね、まあ、あの少し前はこのトルコの経済成長率っていうことも結構フォーカスされてたんで、まあ、経済成長もあるしあの為替もまあ安定してるんじゃないかっていうことで皆さん買いスワップ持ったんですよではい、えー、まあ証拠金ちょっと10万円はやっぱりギリギリなので30万円ぐらい入れておこう50万円ぐらい入れておこうとまあ余裕 余裕を持って入れる方が多いと思うんですよ。はい、でえー、まあ、30万円の資金で考えても1日1000円ねえー。1ヶ月3万円のスワップポイントねえー。月10%だったら美味しいよね。っていうことなんですけども、一つ忘れがちなのがここなんですよね。はい、10万通貨で1円動いたらこれ動いたらっていうのは、えー、下落した場合です。いくらの含み損になるかっていうと。 十万円なんですよ。ね。で、十、えー、万通貨で三円動いたら三十万円なんですよ。これも証拠金三十万円しかなかったらもう強制決済になっちゃうんですよね。ここ結構スタートするときに抜けてしまいがちなんですよ。私もトルコリラについて調べてて、あれ、これスワップポイントめっちゃ美味しいやんと思って、ね、五、え、十、ー、万通貨ったらこれ一日五千円やんってなったんですよ。 1>, ね、1日5000円やってなったんですけども50万通貨でもし持ってたら1円動いたら50万円の含み損になっちゃうんですよねはいでここまあ抜けがちでまあまああのある程度経験ある方はそこもしっかり考えて余裕を持ってやるとはいでまあ為替レートが20円の時に1円変動するっていうことは5%動いたっていうことですよね2円で10%なので で1日もも動くかっていうのも思うの思んですよこれベドル円で考えると為替レートが100円の時に1日に5円もそうそう動かないでしょうっていう考えがまずあるんですよね。はい、でまあそのベドル円っていうのはメジャーな通貨同士の通貨ペアなんでなかなかそういうことってまあ起こりえないんですけども起こりますけどその頻繁に起こらない。ね ところが、えー、トルコリラっていうのは新興国通貨なので、はい、ここらたり始めた方ここらたり見ているといやまあ22、えー、円から24円ぐらいずっと動くでしょっていうことでもしも一段安になってもまあ20円では止まるでしょっていうふうにまあ考えてしまうんですよね。ところが まあ今回このような値動きになってしまったっていうことなんですよ。ちょっとまたこの背景とかをまあ話し出すとえ内容が変わってくるのでどうしてね、ロングポジションをみんな持つのかっていうところのえ説明だけしたかったので今回の動画はえ以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。動画概要欄にはいくつかの URL を貼っておきたいと思います。